ごきげんよう、アスママです。今回もコストコでクリスマスにおすすめのものやその他の購入品をご紹介させていただきます。シャンパントリュフボトルはゴールドもありましたが、ピンクが可愛いのでこちらにしました。どちらもストロベリートリュフです。なんか汚い、ちょっと失敗。42個入ってました。ストロベリーの風味は思ったより弱いですけど美味しいです。高級トリュフではないのでちょっと軽い感じのチョコです。でも甘めです。素敵なボトルでメッセージカードもついているのでクリパのお手土産におすすめです。伊藤ハムのオレンジチキンを買ってみました。アメリカ風中華料理で酢豚に似ています。唐揚げが 300g が2袋、オレンジ風味ソースが4袋、1箱で4人分ってことだと思います。電子レンジで 600W で2分半チンしてからオレンジソースを絡めました。前回たまたまオレンジチキンのレシピ動画をアップしたんですけど、私のレシピにはガーリックを使ってません。それとこちらのチキンはガーリックが効いているのとチキンの食感が全然違いますので、またちょっと別のものかなって感じがします。これもお手軽で美味しいですけど、私のレシピもぜひお試しください。リンクは概要欄に貼っておきます。大皿に盛り付けたらパーティーメニューっぽくなりますよね。若丸は試食で美味しかったので購入しました。私はずっとガカモレって呼んでたんですけど、箱に若漏れって書かれているので若漏れって呼ぶことにします。16個入ってます。アボカドベースで玉ねぎやガーリックが効いたサルサです。ハラペーニョ入りですけど子供でも食べられるくらいにマイルドです。パンやトルティアのディップとしても美味しいですし、サラダチキンにも合いましたよ。変色しやすいので開けたらすぐに食べきっちゃってくださいね。冷凍もできます。ルルスティックラクレットはスイス料理ラクレットに使われるハードタイプのチーズです。フライパンで40秒ぐらい熱します。温めて溶けたのをパンや温野菜などにかけます。じゃがいもにかけるのが一般的みたいですけどね。アルプスの少女ハイジに出てくるチーズもこれなんじゃないかなって思います。ウォールナッツヘーゼル&フィグロールです。新商品とは書いてなかったんですけれども、私は初めて見ました。はい、買ってみました。2種類それぞれ10個ずつ入ってます。白い方がフィグ入り、黒い方がナッツ入りです。どちらもセミハード系です。結構もっちりしてます。とても食べやすくて美味しいです。これは定番化してほしいです。片栗粉は 1kg 入りが3つ入ってます。賞味期限は2年ぐらいあるんですけれども、うち娘がずっと小麦アレルギーだったもんですから、小麦の代わりに片栗粉を使うことが多いのが未だにちょっと続いてまして、その名残ですね。だから唐揚げも片栗粉使うんですよ。なのですぐなくなっちゃいます。韓国海苔はもう家族がみんな好きなので買いました。何回もリピしてます。36枚入りが10袋入っています。こちらは日本人向けの味付けとなっていてご飯とよく合いますね。美味しいです。白菜は
少し小ぶりですが158円ってお安いと思いました。最近お野菜の値段が安定しているので買いやすくなりましたね。ボーモアはスコットランドのモルトウイスキーです。ウイスキーはアマゾンの方がお安いんですけど、主人が欲しがったのでしぶしぶ買いました。スモーキー系ですけどフルーティーさもあり上品な味わいです。バランスが良くて美味しいと思いました。主人と私とウイスキーの好みが違うんですよね。主人はちょっと癖が強いのが好きで、私は癖があんまりあるとちょっと飲めないんです。パイプユリン氏は年末のお掃除用です。排水口掃除は主人に任せているんですけど、毎回すごい量使うんです。一目盛り分でいいのに一本使うんですよね。やってもらってるので注意しづらいんですけど、でももう今回は言わせていただきました。環境破壊ですしね。使用量は守ってください。リステリンホワイトニングはリピです。今回は、クーポンセールで少しお安くなってました。安くなってましたし、試供品もいただけたんですね。トータルケアプラスの試供品をいただきました。でも家に着いたらなくなってたんです。多分カートに忘れてきました。トータルケアプラスも何度もリピしているんですけれども、いつもどっち、私はどっちでもいいので安い方を買ってます。主人はホワイトニングの方が好きみたいですね。ジップロック系が個数制限かかってました。コロナのせいで輸入が安定していないみたいです。一家族一パック限りです。でもそんなにたくさん使うものじゃないので、これも結構な量入ってるんですね。なので1パックで十分です。スライダーの方は他のジッパーに比べてやっぱり単価は高くなってしまうんですけど、とても使いやすいです。ただ前回買ったものと大きさ同じなんですけれども、薄くなった気がします。薄くなってます。でよく見たら BPA フリーってなってるので、材質が変わっちゃったんですね、きっとね。こちらのジップロックフリーザーバッグの方も、個数制限かかってました。一家族一パック限りです。でもこれも54枚入りが4箱なのでもう十分です。はい、これもスライダーと同様に前回のに比べて素材も薄くなってます。ただ私ちょっと勘違いしてまして、もう一回り大きいサイズが欲しいんですね。ジップロックのシリーズにそれがあるかどうかちょっと調べてないんですけれども、これちょっと小さいんです。こんなに大量にしまったなとちょっと思いました。概要欄にご紹介しきれなかった購入品の簡単なレビューやお値段を載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。